お布団かぶってあったかくしないと。気温が上がってきてもまだ夜は冷えるんだから。あ、それと帰ったら手洗いうがいもちゃんとしないと。京香ちゃんお母さんみたい。当たり前です、皆勤賞がかかってますから。ミミ、本当に無理はしちゃダメだよ。辛くなったらすぐお家に帰ること。何をふざけたことを言ってるんですか、あなたは。もしかしてそういうのが好きなんですか。やっぱり変態不審者さんですね。ミミ、本当に無理はしちゃダメだよ。辛くなったらすぐお家に帰ること。はーい。京香、京香。ん、あ、みそぎ。京香、助けてよ、一大事なんだよ。あ、どうしたの急に。隠してたテストがお母さんに見つかっちゃったんだよ。それでお母さんカンカンに怒っちゃって、次のテストでいい点取らないとお小遣いを減らすって言われちゃったんだよ。それは勉強すればいいんじゃない。みそぎ、教科書見ただけで眠くなっちゃうもん。それに書いてある意味もよくわかんないし。だから勉強のできる教科にいろいろ教えてほしいんだよ。ダメだよ、そういうのはちゃんと自分の力でやらないと。今私に教わっていい点取っても、その次のテストはどうするの。今回だけだから、ちゃんと自分でも勉強するからさ、お願い教科。うん、教科先生。先生。そんなに言うなら仕方ないな。みそぎのために先生役を引き受けてあげる。わあ、京香ちゃんすごい。みそぎちゃんもお勉強頑張れ。はい、それでは光の反射について教えたいと思います。お願いします。まず光とはまっすぐ進むものです。鏡で反射された光を反射光と言い、鏡に入ってく光を入射光と言います。え、入射光って何？反射の話でしょ。反射を理解するには入射光を理解しなければいけません。反射光と入射光があって、鏡に光を当てて反射の角度を割り出す。そして光の反射と切っても切り離せないのが光の屈折で、これは屈折。屈折とは私本当に先生みたい。よし、ではまずこの問題を解いてください。あとこの問題とこの問題もやりましょう。そんないっぺんに出されても。何これ、全然わかんないよ。こんなところテストには出ないよ。ちょっと難しいかもしれないけど、私が教えてるんだから大丈夫だよ。予習しておけば次のテストだって。全くわかんないってば。もういい。ミミ、兄ちゃん一緒に遊ぼう。待ってよ、みそぎが勉強を教えてって言ったんだよ。そうだけどさ、すっごくやる気満々だったのに、京香の言ってること全然わかんないんだもん。問題も難しいのばっかり出すし。私はみそぎのために問題を出したの。もう悪い点数取らないように。二人とも喧嘩はダメだよ。仲良くしよう。
いにできるわけじゃないもん。悪いのはミソギでしょ。もういい、ミソギとは絶交だから。へーんだ、いいもんいいもん、強化なんて知らない。ミソギちゃん、すみません、私も今日はお家に帰ります。失礼します。ミミもまたね。ミミ、こんなのやだよ。お願いお兄ちゃん、二人を仲直りさせて。昨日は言い過ぎちゃったかな。絶交だなんて。でも勉強を教えてって言ってきたのはみそぎなのに、わからないからって勝手にやめようとするから。はあ、私も悪かったよね。先生なんて言われて調子に乗っちゃったし、もう一緒に遊んだりできないのかな。急に話しかけないでください。びっくりするじゃないですか。こっそり後ろから近づくなんて、やっぱりあなたは不審者さんです。え、昨日のことで落ち込んでると思って様子を見に来た。え、誰ですかって、あなたは。急に肩を叩かないでください。怖いじゃなくて驚きますから。それに何の断りもなく女の子の体に触るなんて、やっぱりあなたは変態さんです。間違いありません。え、昨日のことで落ち込んでると思って様子を見に来た。余計なお世話です。私は元気ですからご心配なく。みそぎのことはもういいんです。だって絶交しましたし。そんな簡単にできたら苦労しません。でもまあ、みそぎがどうしてもって言うならしてあげなくもないですけど、だいたいお互い納得してないのに謝っても意味がないじゃないですか。もちろん私にも悪いところはありました。それは分かってるんです。分かってるんですけど、絶交って言っちゃったから、何かきっかけがないと謝れなくて。私だって今のままの状態は嫌なんです。でも仲直りするってとっても難しくって、こんな風にお友達と喧嘩しちゃうのも初めてだから、仲直りの仕方なんて教科書には載ってないもん。え、どうしたんですか急に。探検って、気晴らしのつもりなら大丈夫です。そういう気分じゃないので。それに探検はみそぎが好きなものだから、あの子を誘ったらいいじゃないですか。一緒にみそぎの好きな探検をすれば気がついたら仲直りできているはず。そんな単純な方法で大丈夫なんでしょうか。でもみそぎの好きなことだし割といいかもしれませんね。あ、でもどうやって誘いましょう。今会いに行っても口を聞いてくれるかわからないし、お手紙とかなら。そうです、お手紙です。みそぎに探検への招待状を書きましょう。そうと決まれば。ちょっと待っててください。探検へのご招待、みそぎ様、ミミと3人で探検に行きましょう。ランドソルの外で待ってます。
京花。こんな感じかな。これをみそぎに届けてくれないでしょうか。ありがとうございます。みそぎ来てくれるかな。大丈夫ですよね。大好きな探検なら来てくれますよね。お手紙よろしくお願いします。箇所見ても全然わかんない。なんで勉強なんてあるのかな。そもそもテストなんてなければ教科と喧嘩なんてしなかったのにさ。全部テストが悪いんだもん。みそぎは無実だ。でもやっぱり謝りに行った方がいいよね。でもなんて言ったらいいんだろう。っていうか謝っても許してくれないかも。今日がすっごく怒ってたし、ずっとこのままだったらどうしよう。こんなモヤモヤが続くなんて嫌だよ。本当は昨日だって勉強やってからみんなと遊びたかったのに、もう京花に会えないのかな。絶交って言われちゃったし。あれ、兄ちゃん？どうしたんだろう。あ、そうだ、兄ちゃんに助けてもらおう。仲直りの方法を教えてくれるかも。おーい、兄ちゃん。兄ちゃんが消えちゃった。あ、そっか、みそぎ落とし穴掘ったんだった。もう、兄ちゃんは相変わらずドジだな。走ってきた時はみそぎを助けるヒーローに見えたのに。こういう時くらい空気読もうよ。よいしょっと。泥だらけ。周りにはもっと注意しなきゃダメだよ。あ、喧嘩でむしゃくしゃしてたからつい。でも兄ちゃん、みそぎが落ち込んでる時までトラップに引っかからないでよ。よいしょっと。泥だらけ。周りにはもっと注意しなきゃダメだよ。え、みそぎに用事？今はそんなのいいからみそぎの相談に乗ってよ。みそぎ、昨日京花と喧嘩しちゃったじゃん。正直、京花の教え方じゃ全然わかんなかったし、難しい問題ばっか出してきてムカーっとしたんだけど、でも勉強教えてって言ったのはみそぎだし、途中で投げ出したのはみそぎが悪いってわかってるんだ。それに喧嘩したままだといたずらとかしても楽しくないし、何やっても集中できないんだよね。その、だからみそぎね、京花と仲直りしたいんだ。ちゃんとごめんなさいって言いたい。でも京花はきっと怒ってるし絶交だし。ねえ兄ちゃん、どうしたら仲直りできるかな。京花の好きなもの、カップケーキかな。前にカップケーキを食べると辛いことも吹き飛ぶって言ってた気がする。カップケーキならみそぎでも作れるかも。あー、でも京花が好きなのは町で売ってるちゃんとしたやつだからな。気持ちがこもってれば大丈夫？そうだよね、さすが兄ちゃん、いいこと言う。うん、みそぎカップケーキを作って京花に渡すね。それで京花と仲直りする。よし、そうと決まれば早速カップケーキ作りだ。兄ちゃんも手伝ってくれるよね。バターと砂糖を混ぜて
卵も入れる。そしたらこの粉をふるいにかけて。材料を入れたはずなのに。わあ、こりゃ小麦粉じゃなくて急ぎのいたずらグッズの爆裂粉だった。ああ、こんなことならもっとお母さんのお手伝いしておけばよかったな。でも今さら後悔しても遅いし、それより今みそぎができる精一杯の力で京花にカップケーキを作るんだから。お店で売ってるのみたいに綺麗じゃなくても心を込めて。絶対仲直りするんだもん。みそぎがいつもふざけられるのはしっかり者の京花がいるからだし、勉強と同じくらい料理も苦手だけど、でも、もう投げ出したりしないよ。みそぎだってやればできるんだから。分量はこのくらい、材料を入れる順番は、時間はこれくらい、オーブンに入れて。お願いします。今度はうまくいきますように。兄ちゃん兄ちゃん、いい匂いがするよ。これは大成功の予感。じゃあオーブン開けるね。いざ。台所貸してくれてありがとう。お家だとお母さんに勉強しなさいって怒られちゃうからさ。これなら京花も喜んでくれるよね。わあ、でもどうやって京花に渡そう。もし私に言ったら、絶交したのに何か用ですかとか言われるかもだし。ん？何？急に手紙なんて。まさか兄ちゃんからのラブレター？みそぎまだ子供だよ。ん？何何？探検へのご招待。これ京花からの手紙？そっか、兄ちゃんはみそぎにこれを届けに来てくれたんだね。この日に京花にカップケーキを渡せば。ありがとう兄ちゃん。よし、探検に出発だ。京花が来たらどんな顔して話せばいいかな。それが難しいんだよ。兄ちゃんは分かってないな。お待たせしました。そういうわけにはいかないよ。みそぎが黙ったら本当に静かになっちゃうよ。お待たせしました。びっくりした。京花、おはよう。うん、おはよう。あなたもおはようございます。どこに探検に行くかは決まってるんですか？そうだよ兄ちゃん。ねえねえ、どこ行くの？あれ？耳はまだ来てないんですか？遅刻なんて珍しいですね。もしかしたら迷子になってるんじゃ。だとしたら大変だよ。迎えに行かないと。とりあえず耳の家まで行きましょう。寝坊してる可能性もありますし。返事して。
出ちゃったの。え、大丈夫？大丈夫。ごめんね、みんな。ミミ、今日はお出かけできないんだ。いいよ、いいよ。ゆっくり休んで。ごめんね、押しかけたりして。ミミ、みんなのお顔が見られてちょっと元気になったな。京香ちゃんもみそぎちゃんも仲直りしたみたいでよかった。うん、それはじゃあミミ、お布団に戻るね。みんな、またね。辛そうだった。うん、みそぎたちの前だから無理してたけどしんどそうだった。うわあ、みそぎたちに病気を治す力があればな。私も病原菌を倒す魔法はできないし。あ、そうだ、前に教科書で見たことがあるんだけど、熱がひどい時に効く薬草があるんだって。飲めばすぐに熱も引いて元気になるって書いてあった。何それ。じゃあその薬草を飲めばミミも元気になるってこと？私の読んだ教科書にはそう書いてあったよ。なら今日はそこに探検に行こうよ。薬草を探しに。え？でも薬草がある場所は魔物とかもいて。兄ちゃんも準備はオッケー。よーし、ミミのためみそぎ探検隊出発。あ、ちょっとみそぎ。薬草はこの山を抜けた場所に生えてるそうです。魔物も生息してるので慎重に。みそぎ、先行くね。急げたらまた勝手に。兄ちゃんと京子、足遅いんだもん。待ってらんないよ。やっぱりまだ気まずいです。こんなんできちんと仲直りできるんでしょうか。急げ、もう少しペースを落として。このままだとはぐれちゃうよ。わかってるよ。やっぱり京花まだ怒ってる。いつもより怖いし。こんなに急いでやっぱり私といたくないんだ。もう兄ちゃんしっかり。みそぎが応援してるんだから早く来てよ。あの人と距離が開いちゃった。もうみそぎがどんどん行っちゃうから。だって早く耳に元気になってほしいもん。だから早く行かなきゃ。うわっ、なになに。魔物。みそぎ、危ないからこっちに。私が何とかするから。で
一人じゃ。兄ちゃん、ありがとうございます。そのまま魔物を引きつけてください。私も今だ。
トラップには気づけるかも。よし、私がトラップを見つけるから、みそぎがそれを解除してよ。了解、みそぎにかかればちょちょいのちょいだよ。あ、みそぎ、その壁の色怪しくない？確かに怪しい。これは落とし穴かな。みんな離れてて。ほら、やっぱり落とし穴だ。うっかり壁に触って進んでたら危なかったね。なんか足元が光って。あ、みそぎ、床に糸が張ってあるよ。これは引っかかったら横から矢とか出るタイプのやつだ。絶対引っかかっちゃダメ。そーっとまたいでいこう。なんとかトラップゾーンは抜けられたかな。みそぎのおかげだね。対処法がきちんとしてたから。強化がトラップを全部見つけてくれたおかげだよ。みそぎはその手伝いをしただけ。いやいや、みそぎが。強化が。なんかみそぎ、強化とうまく喋れてる。今が謝るチャンスかも。迷宮に入ってからちゃんとみそぎと話せてる気がする。謝るなら今だよね。あの、今のって、それトラップのスイッチ。兄ちゃん、もしかして。奥に部屋があります。あそこに逃げましょう。なんとかなったね。それにちょうど迷宮の最深部に着いたみたい。この奥から外に出れると思うから。強化、どうしたの？なんだろう、あれ。大きいランプみたい。あ、もしかして魔法のランプ？みそぎたちお宝見つけちゃった？動いた！え、みそぎ下がって！宝物なんかじゃないよ！これ魔物だよ！ミサギたちだけじゃ倒せないよ。でもこの魔物を何とかしないと。出口にはもう薬草は目の前なのに。怖いけど、ミミが待ってるんだもん。ミミの病気を治すためならお前なんてやっつけてやる。ミサギ、私も戦う。あなたも援護をお願いします。私が魔法を打つよりも全然早い。このダメだ、避けるのに精一杯で近づけないよ。みそぎ、そんなに突っ込んだら危ないよ。でもこんな攻撃の中じゃ爆弾も使えないし、近
このままじゃ近づく前にみそぎが。あれは山で出てきた魔物。やっぱりこの迷宮を巣にしてたんだ。みそぎ、あなたもここは一旦逃げましょう。でも薬草が。わかった、追ってくる魔物はこれで。みそぎ、早く逃げないと。このまま逃げても絶対追いつかれちゃうもん。二人は先に行ってて、みそぎが煙幕で足止めするから。やったな。そんな、みそぎが危ないです。兄ちゃん、ごめんけど、煙幕だけでも。みそぎは無事ですか？そうですよね、逃げるのが先ですよね。みそぎ、少しだけ辛抱して。やっぱりみそぎすぐ突っ走っちゃうな。はい、みそぎ大丈夫だからね。大丈夫だから。やっぱりみそぎすぐ突っ走っちゃうな。はあ、ここまで来れば平気なはず。みそぎ大丈夫？大丈夫だよ、かすり傷だよ。こんなの、みそぎなんかより強化は怪我してない。私のことなんかどうでもいいでしょ。よくないよ、京花、怒ってる？怒ってるよ、無茶なことして。私もこの人もすごく心配したんだよ。でも二人を守りたかったんだもん。自分を犠牲にして誰かを守るなんて、そんなのダメだよ。バカバカバカ、みそぎのバカ。また怒らせちゃった。みそぎやっぱりダメだな、せっかく仲直りしようと思ったのに。私だって仲直りしたかった。え、京花、許してくれるの？許すも何も、私が調子乗って嫌な思いをさせて、分かってたのに意地になって謝れなくて。みそぎ、ごめん、本当にごめんなさい。京花、みそぎだって自分から勉強を教えてって言ったのにすぐに投げ出したりして、今日だってたくさん迷惑かけちゃってごめんね京花。本当はみそぎ、京花と絶交なんてしたくないよ。だって大好きなんだもん。私もみそぎのこと大好きなんだから。仲直りできたのに、みそぎ京花のこと泣かしちゃったみたい。あ、そうだ、京花、はい、これあげる。え、これカップケーキ？うん、京花、カップケーキを食べれば辛いことも吹き飛ぶって。だから京花と仲直りしたくってみそぎが作ったんだ。みそぎ、ありがとう。食べていい？もちろん、京花に食べてほしいから作ったんだもん。そっか、じゃあいただきます。おいしい。本当？京花、元気出た？
こんなに美味しいカップケーキ食べたら、どんなに落ち込んでも元気が出ちゃうよ。本当にありがとう、みそぎ。よかった、京香が喜んでくれて。いつもありがとう、京香。本当にありがとう。みそぎ、ちょっとみそぎ、目を開けてよ、みそぎ。なんちゃって騙されたって、いっちち、なあみそぎ、またいたずらして。ほら傷見せて、手当てするから。びっくりするかなって思って。そんなことより京香、あの魔物どうする？まったく、仲直りしたと思ったらすぐこれなんだから。あの光の攻撃をなんとかしないと。そうだよね、光ああ、わあ、何どうしたの？みそぎ気づいちゃったよ、あの魔物を倒す方法。よし、まずは小さい魔物をやっつけてやる。声出したって怖くないもんね。さっきはよくもやってくれたな。くらえ、目にレモン汁。どうだ、参ったか。強化、今がチャンスだよ。ありがとう、みそぎ。全然戦いやすい。喧嘩してもいいことないね。そうそう、みそぎもモヤモヤが吹っ飛んで元気100倍だもん。さっさと倒して薬草を取りに行くぞ。うん、今のみそぎたちは最強だからね。どんな困難も強化となら乗り越えられる。ございました。おかげで前よりもみそぎと仲良くなれた気がします。うわー、で、でかー。うん、やっぱり大きいですけど。京香と兄ちゃんがいれば、みそぎとこの人がいれば、怖くなんてないんだから。どっかコスモブルーフラッシュ。おーい、そこの巨大夜間、お尻ペンペン、お前の母ちゃんデーブぞ。本当はみそぎたちが怖いんだろう。悔しかったら攻撃してみろ。あんな子供っぽい挑発で本当に魔物が攻撃してくるんでしょうか。来た、逃げろ。あの魔物も相当大人げないですね。私たちも準備をしましょう。お願いします。いつでも大丈夫だよ。オッケー、強
んの前に出て、ほらほらこっちだよ、ノロマンな魔物、ノロマン魔物今だ、よいっと急ぎを信じて氷を出す。はあ、やった、光が氷に反射した。これなら自分の攻撃でやられちゃえ。直撃、私はこのまま氷を維持するから、みそぎとどめをお願い。うん、任せて。いくよ、みそぎ特製超特大爆弾、飛んでけ。どうした、すごいよみそぎ、本当に倒しちゃった。なんたってみそぎは天才だからって言いたいけど、強化のおかげだよ。そんなことないよ、だって作戦を思いついたのはみそぎで、反射の勉強を教えてくれたのは強化じゃん。わあ。喧嘩しちゃった後、強化に教わったこともう一度勉強してたんだ。モヤモヤしててすぐやめちゃったけど、教えてもらったのは鏡でだったけど、氷でも成功してよかった。ううん、それでもやっぱりすごいよ。私は反射のこと知ってても、こんな作戦思いつかなかったし、その柔軟さがみそぎのいいところなんだね。そうかな。強化に褒められちゃった。あ、そうだ、薬草早く耳のところに持っていかないと。部屋の奥に出口があるよ、みそぎ急ごう。抜けた先にこんな景色が広がってるなんて。教科書に載ってることが全てではないのだよ、教科くん。何それ。うん、でもそうだね、みそぎの言う通りかも。教科書に載ってることより大事なことがあるよね。私がみそぎから教えてもらっちゃった。やっとわかった。それじゃあこれからは勉強もほどほどに。それは別。ほら、薬草探そう。やっぱり強化は強化だな。薬草は、あ、これだ。これどう見てもお花だけど、この花の葉っぱと茎の部分が薬草になるんだよ。じゃあこれを持って帰れば耳の熱は下がるんだね。うん、私たちやったね。うん、楽しかった。すっごく長い探検だったけど、ここまで来れたのは強化と兄ちゃんがいたからだね。私だってみそぎとこの人がいたから頑張れたよ。みそぎが私に勇気をくれたから戦えた。そんな風に言われたことないから照れるな。今度はみんな揃ってリトルリリカルで探検に行こうね。飲んだらね、すぐ元気になっちゃった。
くさんある迷宮とか、ランプの形した大きい魔物とか。すごーい。ミミなら怖くて途中で諦めちゃうかも。私も怖かったけど、ミソギとこの人がいて、ミミに元気になってほしいって思って、そしたら全然怖くなくなったよ。だからね、今度はみんなで探検に行こう。絶対。うん、探検探検楽しみだな。京花京花。あ、みそぎちゃんだ。またあんなに慌てて、もしかしてまた悪い点取ったんじゃ。京花大先生、みそぎやったよ。みそぎどうしたの？ってこれ満点のテスト？あの後もう一度勉強を教えてくれた教科のおかげだよ。みそぎはバカじゃなかったんだ。みそぎはやればできるんだよ。まあけど私の教え方が上手だったっていうのも。ああ、また調子乗ってる。でも事実だからね。教科ありがとう。冗談だよ。やっぱりこれはみそぎが頑張った結果。私はそのお手伝いを少ししただけだもん。京花、うー、大好きだよ。えへへ。あ、これならお母さんも大喜びだったんじゃない？そうなんだよ。お母さんに見せたらさ、なんとお小遣いを増やしてくれたんだよね。だからお礼に、はい、プレゼント。え、そんな悪いよ。いいの、京花のために買ったんだから。なんだろう、あ、もしかしてランドソルの高級カップケーキ。それじゃあいただいちゃおうかな。ありがとう、みそぎ。え？引っかかった。みそぎの新いたずらグッズ、粉塵びっくり箱。京花の驚く顔が見たくて買っちゃった。みそぎ。京花が怒った。当たり前でしょ、京という京は許さないんだから。あなたは黙っててください。今回は完全にみそぎが悪いです。懲らしめてやります。みそぎ、待ちなさい。わあ、京花ごめんなさい。みそぎ、待ちなさい。待つわけないじゃん、捕まえてみろ。みそぎちゃん、やっぱり仲良しさんだね。それじゃあ京花ちゃんの代わりにミミがお兄ちゃんにお勉強を教えてあげる。